ポイ。行ってないじゃん。ああ、おお飛んだ。いつも通りの休日にいつも通りの日光浴を勤しむランズ。今日はいつも通り日用品のお買い物とついでにコオロギを買ってこようと思う。いつも通りの日常に一つとんでもないもの混ざってるぞ。日用品の買い物くらい誰だってするでしょう。日用品に潜むコオロギのこと言ってんだよ。生きている虫は以前ミルワームしか与えたことがないんだよね。そんなんでちゃんとコオロギ与えることできるの？に対する嫌悪感は人並みに持っているから難しいだろうね。そんなこと自信満々に答えるなよ。それじゃちょっとコオロギ買ってくるわ。私そのセリフ一生使わないだろうな。ということでコオロギ到着。まだこれ投資はできない、ね、だけど紙袋に入れて渡されるんだね。見える？見えない。この袋に直接コオロギ入ってるの。入ってるんだよ。すごい気持ち悪いよね。これから与えるのはそこまで大丈夫か。身構えてるの。身構えるな。これは身構えるの。僕でやってくんない。そう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 。コオロギはよく飛び跳ねて逃げたりしないの？いや、そういうことじゃない。飛び跳ねにくい種類だから大丈夫みたいだよ。飛び跳ねにくい。飛び跳ねのコオロギは飛びにくいんだって。飛びにくいでしょ。飛ばないと言ってほしかった。飛ばないわけではないけど、飛びにくいんだって。これからコオロギを瓶に移してランズに観察させるよ。今のところランズはいつも通りだね。ひよことか全然切れるのにまだ慣れてないからこういうのは触りたくないよね。普通の人からしたら逆なんだけど。ちなみに生きた魚の頭は落とせないけど死んだひよこの頭は落とせるよ。ボロって手に落ちたらどうする。人間の適応能力は素晴らしい。早く入れようか。何匹いる？10匹いるはずだから10匹の死体。いやいいから早く入れようか。入れてんだって今。何？何匹いる？やだ気持ち悪い。ほら全然飛ばない。うわうるさい。うるさい。してるの。うるさい。ちょっとまだ。爪楊枝。爪楊枝。そんな人並みの感情を持つことを許せないと思うなよ。爪楊枝刺してる。なんでその子、私を殺したのかと思ってる。割り箸。割り箸用紙って言うからこれ見てるの。ただよ、出てきたら。やめたよ。早くして。リアルに使う作戦に。10秒でも早くして。あ、竹串しかない。竹串でいいや。竹串だけで大丈夫なのか。ないものねだってもしょうがねえ。今あるカードで全力を出すんだよ。すごいかっこいいこと言ってるけどコオロギは竹串か割り箸で掴むかの話なんだよ。うわっ、うるさい、うるさい。大丈夫か。びっくりした。飛んできたのランズだった。そうなんでしょう。あと1匹だから待って。粗相があったらそれしか言わない。コオロギ操作業でこれは捨てます。ようやくランズに捨てるね。蓋して、うん、どう見てランズの反応。あ、興味津々。これは食いつきいいぞ。すごい興味だ。どうだ。あ、食べたがってる。ほらもうこれ期待できるね。もう餌として見てる目だもん。これね、わかる。確かにいつもの餌を見ている目だね。この嫌な表情映してやろうか。じゃあ一匹置きたいと思います。今更だけど苦手な人は見ないでね。なんて勢いで床に叩きつけるんだよ。そのうち見つけるし。焦ってたのかな。この時のこと全然覚えてないわ。いや俺痛いな。痛い。今ランに攻撃されてなかった。痛い。慣れてないからそれやるんだ。指をギリギリのところに隠れていてもどかしい。これは真実じゃないとダメだね。そんなはい、ランズ見つけろ。ここ、これなら問題なく食べてくれそうだね。ここ、うん、いったわ、いた、わ、いった。うわ、待ちづかんでる。どこいった。パクリ、はい、無事に食べてくれたね。じゃあもうそれじゃあどんどん引き上げていこうか。ちゃんとご飯だって思ってんだね。だからその揚げ方跳ねるじゃん、跳ねるじゃん。多少上半身と下半身が起きてるんだけど、あ
端末小さい時を見つかりにしても、そして2分の1コオロギを見失ってる。食べた？ランスキヨの時やだ。足元に下半身が落ちてますよ。ほら、ピクピク動いてるなんて、それ食べなさい。もう下手くそ。いや、ほんとだよ。ランスキヨの、ほんとしっかりしてくれよ。何してんの？ほんとだよ、ほら。いや、下手くそ。これはもうダメだ。これはランスに問題がある。ランス、ほら、ここ。下手くそだな、もう。いや、全然そうじゃない。なんなの。本当にランス下手くそだね。ここ。ランス覚えてない。そう、惜しい。そう、ここ。ここ。見てる。ランス、行け。いた。下手くそだけど。もう一回。手で掴むより、そのまま行った方がいいじゃないですか。そのままくちばしを近づけなさい。いや。ここ。これ、今、当たったし、くちばし。大丈夫？ここで飼い主あることを思い出す。ピンセットあるじゃん。ピンセットあるじゃんじゃねえんだよ。竹串割り箸との下りも過ぎて、とんでもないもの忘れて嫌がって。ピンセットだち。いや。ピンセットだち。コントしてるわけじゃない。俺じゃないんだって食べる前は。話せ。うわ。今も。痛い。いや。取れてないし、どっか飛んでったよ。ここ。あ、痛かった。ようやく上手に食べれたね。もうランズ。美味しいね。どこに上手なところがあったのかは、どんな人どうにか食べてくれたね。おやつもう一匹します。こう掴んだとプイ。本当にコオロギ見るの下手だ。誰を見つけた？いた。いや見てないし何言いやつ。この食い散らかし一口で食べてる。食い散らかすのがマナーなんだよ。プロ会でもマナー講師はいらんことするのよ。いや、ただ自分で踏んでるだけじゃん。痛そうだな。ここ。大丈夫ロン。まずほら。これ食べて。これじゃない。最初からピンセットの方に見えてないんじゃない。目いい主力なはずなんだけど。このピンセット使ってるから反応するようになったんだよね。これ。痛そう、指。パブロフの犬。そう、指。いや、プロが目覚まし。こう。食べた。くだらないこと言ってる間にランス食べてるよ。はい、戻る。ランス戻って。こっち。はい、戻る。よし。はい。お、今のはなかなか上手だったね。食べた。ついに全力を出してきたね。なんで最初から全力を出さないんだよ。サイヤ人の血でも流れているのか。モアルとかは爪を隠す。いや、はい、袋かましい。はい。くだらないこと言ってる間にそろそろ終わりだね。くだらないは言ってたけども、視聴ありがとうございました。